ダイハツエッセ、初心者マークのユーザー車検、初心者マークくん、初めての素人車検点検整備を終え、いよいよユーザー車検に挑みます。ユーザー車検を受けるために、軽自動車検査協会に事前にネット予約しました。ネットからダウンロードした整備記録簿に、自分で点検できた項目は記入しました。検査ラインの下見をしています。見学通路に検査方法の説明が丁寧に書いてある案内図があります。実際に検査を受けている車を見学してイメージトレーニングします。ユーザー車検といえども、受ける検査はプロの整備工場の人たちと同じです。十分に検査の仕組みや方法を理解せずにユーザー車検を受けると他の受験者に迷惑になります。初めてユーザー車検を受けるときは早めに行って見学ラインで予習した方がいいです。車検検査場では自らが検査操作を行うために、誤った操作等で設備を破壊したり大事故が起きることもあります。ユーザー車検初めての受験者のためにユーザー車検初心者マークがあります。初めてや不慣れな場合には受験手続きの際に申し出ると良いです。検査の結果落ちました。今時はこういう親切な文書が渡されます。近くの予備検査屋さんに行って工軸調整をしてもらい、その日で再受験して合格しました。合格すると車検証と検査表彰を交付され、自分で貼り付けます。